皆様こんにちは、本日平成30年、2月の今日は13日、火曜日の夕方ですけど、今日はね、今夕日なんですけどね、ちょっと綺麗なので撮ります。今日はケムトレイルがね、やってないですね。昨日今日とちょっとやってなかったようなのでね、今日は冬、まだ冬が来て、冬型で寒いんですけども、日が沈んじゃいますね。もうちょっと早くから撮ってればよかったんですけど、やっぱりケムトレイル散歩行われないでですね、綺麗な空だと、気持ちいいです。空気も綺麗ですしね、空もとてもクリアですね。とても、いい景色です。やっぱり参ってほしくないですね。今日はね、昨日今日とその散歩が行われていないようでしたのでね、普段だったら行われているときは記録として撮ってるんですけど、今日はね、やってないみたいなんですね。そのやってない日はこんな綺麗なんだということでね、そのための録画をしておきます。もう日が沈んでしまいましてね、遠くの方に雲が少し見えますけど、でも綺麗な雲ですね。から富士山見えるでしょうか。この中央のところでね、画面で見ると小さいですけども、肉眼では結構大きく見えるんですね。目の前にドーンと見えるんですけど、ということで今日、2月の13日火曜日ですけども、ずっとカメラを置いておくとね、このまま空が茜色に染まっていくんだと思うんですけどね、ちょっとずっと持ってるわけいかないので、もうおしまいにしますけども、なかなかいいですね今日はね。空も綺麗に、綺麗な色です。ナイス。Today is no chemtrail, no chemtrail. And sky is very clear and green, very beautiful. How wonderful, how nice, no chemtrail. I hope no chemtrail.Yesterday and today, I didn't watch a chemtrail cloud, no airplane, very beautiful.今日はね、まだ冬型でちょっと空気が冷たいんですけども、北の方からですね、冷たい風が来てますけども、その分ね、空気もクリアで綺麗で、とてもいい夕方です。明日からまた行われるでしょうかね。では、今日はちょっと、これずっと映していたいんですけどね、これでおしまいにします。それではさようなら、また明日。